はい、皆さんこんにちは、ワナリガルビジです。では今回は提督の決断法バープギと続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、インド洋から進出した空母機動部隊、これがこのアラビア海を奪取したので、今アラビア海にですね、3個機動部隊ですね、まずは第3艦隊、ご覧の4世紀空母体制の第3艦隊、さらに第4艦隊ですね、ここは戦艦ヤマトを機関とした戦艦2隻と正規空母3隻の艦隊です。で、第6艦隊も正規空母4隻ということで、全部で空母11隻を要するこの空母艦隊が入っているんで、まずですね、この空母艦隊をマダガスカル、ここはドッグがあって、かつですね、おそらくイギリスの艦隊も入っているという、このマダガスカル攻略を行っていきたいと思います。で、マダガスカルに侵攻したその隙をついて、紅海からアラビア海にイギリス海軍が侵攻してくるのを、最悪の場合想定してですね、アラビア海にも艦隊を派遣しておきたいなというふうに思います。ではそのあたりからプレイの方を始めていきましょう。まずアラビア海に入っている今見ていただいた艦隊ですね、ここの艦隊に艦載機、飛行機ですね、増強していきたいんですが、内政を先にザザザザッとやっちゃいましょうか。前回ですね、ご覧いただいた方、最後に僕航空戦艦を作ってると思うんですけど、航空戦艦で使える、水蒸気ですね、それをいくつか開発しておきましょうか。随雲とか作っとく、もしくは、そうだね、水上の偵察機、これを開発しちゃおう。で、陸上の航空機はもう手を入れない予定です、基本的には。で、特に今一番欲しいのがアルミなんですよね。なんでアルミはちょっとドイツにあげられないので、ドイツには鉄を供与しておきましょう。で、諜報活動としては地中海、あとはこの先のことを考えて希望を、この辺りに進めておきます、スパイを。で、続いてなんですが、今お話していたところとは少し変わるんですが、まずは輸送船、これはアラビア海に配備します。で、航空機ですね、これは消耗が激しい重爆を中心に作っていく必要があるかなと思うんですが、護衛機もちょっと数が不足してるな。この二次護衛機に関して言うと、航続距離3000あって、重爆ほどはないのかな、重爆も3000ですね。わあ、ただ虹の重爆1型は5600キロか。この5600キロが消耗激しいんですよね。結局護衛機がない状態で飛んでいかなきゃいけないんで、しょうがないかな。虹の偵察、あと虹の攻撃機、この辺りも数が不足してるんですが、いかんせんアルミ不足というところですね。そうすると、ではアラビア海に続いて飛行場の建設を行っていきましょう。数はそんなに必要ないかなと思うので、もう一個作っておきます。で、あとは輸送船の配備、で、鉄は3000しかなくて、お金がちょっと余ってるんだったら、見直しとして、技術開発ですね。おっと、もう決めちゃったら無理か。技術開発最後に残しておいた方が良かったかもしれませんね。今更だな。そしたら、艦型の開発で、お金を使っていきましょう。これで、
艦隊を動かします。まずアラビア海なんですが、今増強した艦載機、これを乗せていきます。イソロクさんの双竜どうだろうな。救難式の艦砲、だったら虹の攻撃機に変える？水星は予備がもうないか。虹の重爆、20、冷戦の3、2型、この辺りももう予備機がない感じですね。となると、ちょっと苦しいのが航続距離の問題が出てくるかな。でね、イソロクさんも早く昇進してもらいたいしね、大将まで。で、南雲さんは、双鶴。艦載機の消耗が激しいのが、やっぱ虹の重爆持ってるところは、どうしても敵の的になっちゃうので、足が遅いので、虹の重爆に関して言うと。そこに護衛機がついていけないっていうのが、まあ、今のちょっとした問題かな。なんで護衛機も足の長い重爆と同じ5400キロ飛べるものをちょっと今後なる早で用意してあげたいなというところですね。雷撃機が一機もないのか。まあ水星を搭載してるんで、まあ水星でなんとか乗り切ってもらうしかないね。で、第5艦隊もアラビア海へ移動。第5艦隊はインド洋だな。で、後続の艦隊と合流を果たしましょう。で、第16艦隊だけアラビア海へ進出します。で、艦隊の方、新規編成はないので、第1艦隊からちょっと確認しておきましょう。第1艦隊は、メキシコ西海岸。第2艦隊もメキシコ西海岸ですね。で、第3、第4、この辺りは、今、アラビア海。第5艦隊はインド洋で、後続の艦隊待ちです。で、この第7艦隊の中には正規空母ありますけど、これ、基地型攻撃型空母で、最新鋭の空母になってます。なので、まあ、この最新鋭空母と思ったら、これは単なる大砲型でしたね。大砲型か。大砲型の空母をなるはやで変えちゃいたいよな。ちょっと待ってくださいね。基地型の空母がどこに入ってるんだ？そうか、基地型の空母はまだドック中ですね。完成はしてない。まあ、13週間とか11週間とか確かかかったはずなので、まだですね。未配備艦で確認しておきましょう。未配備艦でいうと戦艦長門と同型艦の海、これが7周、あと7周ですね。で、海大和型武蔵、これが9週間後。で、航空戦艦、これが2隻、伊豆と越前、これが8週間後ですね。で、洋上基地型、これがこの後ですね、数で言うと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9隻、仕上がってくるというところなので、そうするとどうだろうな。今、マラッカにいるこの第7艦隊から、正規空母2隻、大砲型、これを引き抜いて改装しましょうか。第15艦隊として引き抜いて、
日本に戻して、これ、基地型洋上基地型攻撃空母に改装しましょう。というわけで、第15艦隊は一度日本に戻します。一時的に戦力がね、後続の空母がいなくなるというところで、少し心配な点はありますが、まあ大丈夫でしょう。ここは持ちこたえてもらいます。で、あとは空母の護衛として、まあちょっと数はあまり作れないんですが、最近重点的に作っている空母の随伴艦、護衛艦ですね。防空巡洋艦、これを2隻作れる？作れるね。どうしてもね、空母の数が増えたはいいものの、空母の随伴艦がいないという、ちょっとなんとも寂しいことになっちゃうので。レップが完成したね。で、夜間戦闘が可能な戦闘機。まあ、120キロの爆弾で急降下なしなんで、まあ、本当に戦闘機という位置づけですね。では、まずは兵器の開発は置いといて、技術開発をちょっと厚めに入れますか。お金を余らしちゃったね。とはいえ、これは一番最後にして、物資の援助で、いやー、ドイツもアルミ不足してるな。アルミを供与してあげたい気はもちろんあるんですけど、アルミをあげる余裕が実はこちらもあまりないっていうのがあるんで、特にね、新しいこのタイプの飛行機はアルミをバカみたいに食うんで、どうにもならないですよね。あっという間にアルミが枯渇したので、そしたら空母の随伴艦をとにかく数を作っていきます。まあ、空母の上空の防衛っていうのかな、まあ、まさに防空ですよね。これが一番の課題なんで、洋上基地型空母に関して言うと、まずアウトレンジ攻撃、敵の水上部隊と砲撃戦をすることを想定していないので、どちらかというと砲撃戦よりかは敵の航空部隊から身を守る、あるいは敵の潜水艦から身を守る、これがメインのロールになっているかなと思います。じゃあ、技術開発は余った金を湯詰めのごとく使っていきましょう。で、お金が余ってるんだったらお金は使いましょうよというところなんだけど、輸送船とかも数はちょっと足りないかな。アラビア海よりも欲しいのは今、アルミなんで、アルミ、マダガスカルはアルミはどう？いやー、希望砲まで取りたいな。そしたら、艦隊はですね、この後マダガスカルから希望号へと進めていきましょう。今回のイギリスの艦隊が入っているな。そしたら、ちょっとやっぱりインド洋にいる艦隊ですね。艦隊をアラビア海に一度移動させておく。まあ、万が一、アラビア海にイギリス海軍が侵入してきた時が一番怖いかな。とはいえ、今はどうしてもアルミが欲しいので、先にマダガスカル、そして喜望峰、ここまで進行しちゃいましょうか。
ちょっとドイツ軍が、不甲斐ないかな。いや危ないよねドイツ、これイギリスの大艦隊が来てるとはいえ、イタリアの防衛に失敗するなんてことはもうちょっと致命的だからな。さあ敵の偵察機に場所がバレましたね、早くも。まあ、ただこちらの攻撃隊が先に到達できると思うので、ここでも飛行場を完全に無力化できれば大きいかな。で第2艦隊からの攻撃隊も到達ですね。これで第3飛行場完全に無力化できました。で攻撃隊が戻ってきたら、続いて第2波を次の飛行場に向けて発艦させていきましょう。ちょっと距離が足りなかったかな、今ちゃんと確認しなかったけど、ちょっと距離が届かないかもしれないね。敵の水上部隊がどっかにいるはずなんで、それに攻撃を、おっといたね、思ったより近いところにいたな。攻撃隊を発艦させたのは間違いだったな。これがあるからね。ただ敵の戦艦部隊だね、これ。戦艦部隊は向きを変えてくれれば非常にありがたい。あと敵に空母がいるかどうかですね。飛行場は大破させましたけど、まだ敵の航空部隊が出撃できる状態にはなってるんで、ここは要注意ですね。敵は空母はいなそうだな。さすがに戦艦を飛行機で沈めるのは時間がかかりますね。戦艦にばかり目がいって残りの艦艇を取り逃がすっていうのは避けたいんですよね。
や、それにしてもめちゃくちゃ硬いな、やっぱ戦艦は。ようやくロイヤルソブリン鉄戦艦ですね、これ撃沈してます。で、敵の艦隊は撤退行動に入ってますけど、ここだな、第3艦隊、第3艦隊の、いや違うな、第1艦隊ですね。第1艦隊は後敵の基地攻撃に切り替えましょう。できればここもノーダメージでいきたいですからね。やっぱり足の速い駆逐艦系巡クラスになると爆撃機だと命中率がかなり低いかな。まあ雷撃機による魚雷攻撃はね、やっぱりヒット率は高いし攻撃力も高いんで沈めやすいですけどね。まあ、こんだけ一方的な戦いだとなるとね、操作はしなくていいのですごく楽しいな、見ているだけでいいんで。さてそうなると味方の艦隊、特に空母にダメージが出ない状態で勝利したいんで、そろそろ敵の基地攻撃を視野に入れた方がいいかな。いやそれにしても当たらないね、やっぱりこうやって見てると。航空隊発艦、撃沈できないまま終わっちゃったかな。取り逃がしですね。敵の足の速い艦にとどめを刺すための高速艦部隊っていうのがあってもいいかもしれないな。もう瀕死の状態になっている敵の艦隊に最後接近して一撃離脱で魚雷をぶち込むっていう、そういう部隊がいてもいいかもしれないですね。特にこういう夜間の間はね、どうしても少なくとも現状だと味方の機動部隊が無力化されてしまうんで、さあ夜明けとともに味方の攻撃隊、これが基地攻撃に向かいます。恐怖だよねこの数の攻撃隊が殺到してくるって。
第一工場は壊したのか、第二工場が残ってますけど、まあ、味方の方はね、このままマダガスカルも基地破壊という形で奪取しましょう。さあ、各攻撃隊が母艦に帰還しているので、この後もう一回攻撃隊が出るはずです。雨が降り出す前に終わらせたいですね。よし、艦隊にはダメージなく、マダガスカルも取れました。で、戦艦の方はやっぱり、巡洋艦4隻取り逃してますね。ただ味方の艦隊にダメージが出てないというのが一番大きいので、よしとしましょう。中型ディーゼル機関ですね。これで、まさに中型の艦船に対して容量が増えますと。あと航空の水上レーダー、さらに新素材51センチの主砲、これは開発しましょうか。8000かかるか。8000は結構かかるけどね、この後ボーナスが入ってくるっていうことも考えれば、作れなくない数かなとは思います。じゃあまず先に輸送船をまとまった数作っちゃいましょう。で、それをマダガスカルに配備。マダガスカルはね、正直言って微妙かなというところはあるんですが、喜望砲を取って、イギリス軍のね、鉄の供給源を断ちましょうか。で、あとはですね、マダガスカルは完全に破壊したので、ここに飛行場を1つ作ります。で、どちらかというと前線は喜望峰にするかな。喜望峰に艦隊を駐留させておいて、主力艦隊はドイツ軍の支援に当たるというのが理想かなと思います。じゃあまた航空機の生産から始めていきます。どうしても数も欲しい。2配備数がゼロのものを中心に作っていきたいんですが、西の重爆、攻撃、爆撃、この辺りがちょっと数としてはやっぱり欲しいかな。アルミだな、やっぱアルミが欲しい。で、艦船としては、今回鉄がそれなりにあるので、洋上基地型の空母を1隻作っちゃいましょう。これで洋上基地型の空母、建造中のものが10隻で、改装予定のものが2隻なんで、12隻体制っていう、それなりの数ですね、用意できそうな感じがしますね。白鵬、なんか横綱っぽいけど、
これに護衛艦、これ一隻で、あとは余ったお金をばらまいていきましょう。で物資援助は、今回こっちもないんだ、ごめんねドイツっていう感じだけど、まあ石油の押し売りをしておきます。こんなところですかね。はい、では次回はですね、マダガスカルが取れたので義母法に進行しつつ、イタリアがちょっと危ないかなと思うので、イタリアに向けて艦隊を出していきたいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。